スパークアリーナはニュージーランドのオークランドにある多目的アリーナ。ニュージーランド最大の屋内競技場である2007年3月24日にロックスタースーパーノバのコンサートで落とし。命名権はベクターリミテッドが取得し、ベクターアリーナの名称だったが2017年4月にスパークニュージーランドが新たに命名権を取得した。また二千九年三月には キングソブレオンがアリーナ最多動員記録である11,930名を動員した。その他、バスケットボールやネットボールなどのスポーツにも対応している。トミー・リー・エス・ロックスター・スーパーノヴァ・メルボルン S、S アンチ、ロックスターズ・ラップ・ワールド・ツアー、プレスリリース、サンデー25マーチ・レイナのハット・ベクター・アレーナ、スポンサー、ネーミング・ライツ・スポンサー、 ハットシークレットアップデート4カウンシルオントラブルドベクターアレーナニュージーランドヘラルドチューズデーディセンバー12-2006ベクターアレーナビカムズスパークアレーナ ニュージーランドヘラルド、一瞬ュン,ン1170から07777、http コロンスラッシュスラッシュ www.nzherald.co.nz スラッシュビジネススラッシュニューススラッシュアーティクルドット cfmcid=3&abjected=116362572016 年6月14日、閲覧。 ベクターアレーナワールドクラスアテンダンスシティソンニュースレターオブオークランド市議会26エープリル2009ありがとうございます